はい、どうも、こんにちは。続きです。ちょっとカメラの調整中ですね。なんだっけ？あ、そうだ。ゼルダの伝説、裏技を使いながら実況プレイの、第、何回目かな？なんか、やっちまった。27、7、8、9、10、どれかです。タツノオトシゴを手に入れてですね、はい。ウリさばこうとしています。はい、タツノオトシゴはあんまり、またやっちまったよ。タツノオトシゴはあんまり食えないんでですね、はい。あんまり食えないっていうか、まあ全然食えないんですね。いや、食えないのか？タツノオトシゴ食えるのか？あれです。あれです。それですね、はい。で、まあ、タツノオトシゴを手に入れて、しょうがないから食えねえなら解放してやろうということで解放します。ちっちゃいですね。はい、瓶の中に入るぐらいちっちゃいんですが、ちょっと待って、今詰まってたぞこれ。先みたいに詰まってる、やばいぞ。中でぐちゃぐちゃになってる。今回今まで来ました。はい、ここではですね、スタイリッシュアクションを駆使してさらなる難関も突破していくというのが嘘で、はい、でかいです。なんとリンクの身長よりでかい。リガブスは不思議な力を持っているあなたにお願いがあります。どうか私の方についていってくださいと。それで、まあ仕方なくついていくことにします。それでですね、まあ金色に光っていますが、そんなことは置いといて、こう適当に進んでいきます、こいつは。で、まあその通りに進んでいけば、いつかは必ず道が開けると。はい、時の階段でもこんなアクションありましたね。ちょっとでもずれちまうと、あれです。危ない。戻されちゃうんで。時のオカリナでいう、砂漠の、まあ、なんだっけ、ポウについていくやつですね。このトンガリ岩の建物には、それも恐ろしい海蛇がたくさんいて、私の友達が捕まっているのです。リカボさん、どうか海蛇たちを連れて倒して私の友達を助けてあげてください。ところで、まあ、すいません。腹痛い。まあ、この深い深い綺麗な深海の底にですね、痛い。うわ、食われたわ。はい、わけわからない。食われただけでわけがわからない。そう、ダメージも食らってないんです。ところでですね、この海蛇退治が早速始まりました。さあ、一体何をすればいいんでしょうか。はい、わかりますか。はい、わかりませんね。はい、海蛇退治するにはビリビリさせて、まあ、爆発させればいいんです。魔力がない。まあ、早速突っ込んでいって、てやー、であれば引っ込みます。そして逃げる。そして何してんだあいつ。めっちゃ伸びてきてるぞ。なんで食われた。何したいこいつ。そして突っ込む。すると死ぬ。終わり。ということで、終わりました。嘘です。そして、そこを行くと、お、宝箱がある。一体何かな？何かな？ちょっと、なんだおりゃ。開けてみると、それは、金だ。200ルピー。限界まで行っちゃいましたね。はい、次の海蛇さんを殺しましょう。サクッと。魔力切れになっちゃったらですね。何が起こった、さっきから。あれ、魔力がない、もしかして。それは大変だ。何してる。ていや、おい、何してんねんって。こいつか。はい、一体何が。お、合いました、卵。そうです、これが伝説の卵です。はい、意味がわかりませんね。す
すと、さっきからテンションが若干高くなってきているような気がするような、そうでないような感じです。はい、じゃあ次の上蛇を退治しましょう。一番下の段は制覇しましたね。はい、次2個目の段です。あれですね。はい、じゃあ早速突っ込みましょう。よし、すると中には宝箱しけてやがるぜ。おや、じゃらりらりらりだ。はい、次です。わけのわからないテンションはどうにもならないっつってことで、はい、今度はあっちの海蛇ですね。ちょっとだんだん、あ、今度は何か見える。え、食われた。でもダメージは食らってない。 こいつだよ。あ、こいつ倒した。てか、あの海蛇どっから生えているんだ。それが気になる。今日この頃また食われた。てか、あれ壺だよな。まあいいや、壺は興味ねえよ。もうなんで言われるんだ。体力地味に減ってるし。壺でした。ハズレですね。魔力をくれや。ハートかよ。そんなもんいりゃしね。魔力は時には結構いるものなんですね。よいしょ、魔力回復。てやてや、金かよ。思わず突っ込みたくなる。さあ、突っ込みましたね。はい、また金です。もしかしてこれ全部金か。全部金だったら、よしよし、これであと3つを見つけ出す。さあ、できるのか。2個目の段は制覇しました。では3つ目の段へ行きましょうか。では、まあ、なんかここ静かで怖いんですね。はい、静かなんで、ちょっと僕も静かになってしまってます。あれ、なんで言われる。あ、なんか痺れたみたいになってると体力食らわなくて、本当に食われたらなんか、あー、これだと1くらい。え、どこに飛ばされた俺は。こいつか。あー、もうなんだ。何が起こった。すごいよ。こいつか。え、殺してる。こいつか。すいません、ちょっとグダグダな動画になっていると思いますが、その辺はご了承ください。来いや。じゃあ、お、卵発見。じゃあ一回ちょっと卵発見したんで研究所へ戻ろうと思います。よいしょ、チャラララー。あれ使えないんですね。じゃあちょっと一度地上へ戻ろうかな。地上はどこなんじゃ。地上へ行きたいんじゃ。そうだ、ほら、一つこっから外には出れないんですね、なぜか。はい、出れました、普通に。なんでやねん。もちろんなんかやってくれよ。まあ、外に寝ると霧が差し掛かって、とんがり屋の近くまで来れる。そして戻るとグレートベイの海岸ってなんだお前。まあいいや。よいしょ、あー、どっこいしょ。あー、それいい。あー、よいしょ、あー、どっこいしょ。ちょっと待って、どこに向かっている俺は。あー、俺は言ってしまった。まあいいや。もう一瞬地上に降りてしまった。
だからどうした、だからどうしたんだーじゃあ、あれ、どこで。そういや、ゲームキューブ版のムジラの仮面ではですね、あそこがぴょんぴょんしなくても、登れるらしいですね。はあ、ゲームキューブ版のには、なんかいろいろ改善されているっぽいです。これは、VC 版、バーチャルコンソール版です。Wii で買いました。これ最初に言いましたね、多分。じゃあ今回はですね、この辺で終わりにしたいと思います。ここまで見てくださった方ありがとうございます。それでは。